どうもこんにちは。今回のテスラ関連の最新ニュースは、直近でテスラの全車種の航続距離がさらに延長するアップデートが行われましたが、今回さらにモデル S の航続距離が向上していることが判明し、競合車種でもあるルシッドエアーのベースグレードの航続距離と熾烈な争いを繰り広げている。アメリカの運輸安全当局が以前問題となっていたモデル S とモデル X に搭載されているバッテリーの自然発火に関する調査を開始したと発表し、仮に重大な問題があると結論付けられた場合には大量リコールとなる可能性の2つとなっています。まずニュース解説の前に、恒例のテスラの完全自動運転対応機能を使用した実際のオーナーのインプレッション動画を紹介していきたいと思います。まずこちらの右側の商業施設の駐車場内に侵入していくというシチュエーションなのですが、まずこちらのようにかなりスムーズに駐車場内に侵入できているという点は全く問題ないのですが、さらに驚くべき点が、なんと駐車場内に侵入してからもさらに自動運転機能が継続し、さすがにまだ駐車する挙動までは見られないものの、駐車場内のかなり奥まで侵入できていますので、こちらに関してはすでに実装されているスマートサモン機能と組み合わせることができれば、駐車場内に侵入してから駐車するまで完全に自動で行うということはそこまで難しくないと想像できますので、そのような機能の追加にも期待していきたいと思います。次に、複数車線のラウンドアバウトの通過というかなり複雑な走行シチュエーションにおいて、まず人が横断したことを確認してから速度を上げ、ラウンドアバウトに侵入した後はすぐに左車線に車線変更してラウンドアバウトを左方向に走行し続け、その後は右車線内に留まり、そのままラウンドアバウトを右サイドに抜けていくという挙動は全く問題ないと称賛することができると思います。さらにこちらはかなり複雑な右左折を繰り返すという状況なのですが、最初の左折からすぐに道なりに右折していくという展開は問題なく、さらにすぐに左折しなければならないという状況で、道路を通過する歩行者をしっかりと認識し安全に左折するところまでは問題ないのですが、その後かなり低速走行ですぐ先の一時停止標識まで進んでいて、しかもこの動画を見る限り一時停止せずに交差点を左折しようとしていますし、左折した後の比較的広い道路がラインなどが全くありませんでしたので、自動運転機能も解除されてしまっていますので、特に後者の右左折時のラインなどが全くない状況における判断に関してはまだまだであるということが見て取れると思います。最後にこちらは、右折した後の道が左側に駐車車両が大量に存在しているというかなり狭い道の走行シチュエーションにおいて、まずは正確に左折をして、その後も狭い道を注意深く走行し続け、途中車の近くで作業している人間をきちんと認識して、さらに減速している挙動を示していますので、ここまでは素晴らしい挙動なのですが、問題はこの狭い道から右側のフェンスによって見通しの悪い左折を行わなければならないという状況となっていて、自動運転機能は一時停止した後をすぐに左折しようとしてしまい、ドライバーがブレーキを踏んで右側からの車両をやり過ごしていますので、このドライバーも指摘しているように、完全自動運転機能が見通しが悪いが市街地走行においてはよく出くわす、このような状況に対してどのように対応していくのかに関しては、今後のアップデート内容とともに注視していきたいと思います。それでは一つ目のニュースに関してですが、直近でテスラの全車種の航続距離がさらに延長されたアップデートが行われましたが、今回さらにモデル S の航続距離が向上していることが判明し、競合車種でもあるルシッドエアのベースグレードの航続距離と熾烈な争いを繰り広げています。まず今回のアップデートに関してですが、ミッドサイズセダンであるモデル3のマイナーチェンジが行われたと同時に、モデル3以外の全車種ともに航続距離を向上させるというアップデートを行い、特にモデル X に関しては高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPA 基準での航続距離が597キロと、大型 SUV としては信じられない航続距離を達成していることが見て取れると思いますが、今回明らかとなったのがフルサイズフラグシップセダンであるモデル S の航続距離もさらに延長されていて、まず時速100キロまで加速するのにかかる時間が 2.5 秒という世界で最速レベルの加速性能を秘めているパフォーマンスモデルに関しては、従来の560キロからさらに60キロ以上も延長した623キロを達成することになりましたが、一点注目なのが、こちらの計測では19インチという選択可能なホイールで最も小さなホイールサイズとなっていて、仮に21インチのホイールを装着した場合ですと、なんと航続距離が537キロと、19インチホイールと比較しても100キロ近くも航続距離が短くなってしまいますので、いずれにしてもこのホイールサイズが電気自動車における航続距離において重要なウェイトを示
占めるということがお分かりになると思います。そしてモデル S のロングレンジプラスに関しては、従来の647キロからわずかに向上させた658キロを達成することになり、まさにテスラの継続的な改善という強みを垣間見ることができると思いますが、実はこちらの航続距離の延長はモデル S の競合車種でもあり、電気自動車スタートアップであるルシッドのフラグシップセダンであるエアーの航続距離を意識しているのではないかという指摘があり、数週間前に発表されたエアーのベースグレードのスペックにおいて、その航続距離と価格とともにモデル S のベースグレードであるロングレンジプラスを上回るという衝撃のスペックがアナウンスされたという経緯がありましたが、その発表を受けてイーロン・マスクはツイッター上で、ロングレンジプラスの価格をエアーのベースグレードの価格である69,990ドルよりもわずかに安い69,420ドルにするという値下げを行っていました。そして今回、そのわずかに劣っていたロングレンジプラスの航続距離をさらに向上させ、エアーの653キロと比較してもわずかに勝っている658キロを達成してきましたので、イーロン・マスクは公言してはいないものの、ほぼほぼ間違いなくルシッドを意識しているとは思います。ちなみにこちらのルシッドとテスラのライバル関係はベースグレードだけにとどまらず、最上級グレードに関しても激しくせめぎ合いが行われていて、まず先に発表されたルシッドの最上級グレードであるドリームエディションにおいては、航続距離が810キロ、そして4分の1マイル加速するまでにかかる時間も 9.9 秒と、その当時のモデル S の最上級グレードであるパフォーマンスグレードを圧倒するスペックを達成してきたのですが、そのすぐ後に行われたテスラのバッテリー技術に関する発表会であるバッテリーデーにおいて、モデル S の最上級グレードであり、さらにモーターを一つ追加したトライモーター仕様のプラットと呼ばれるモデルでは、航続距離が837キロと、エアーの最長距離モデルが達成した832キロよりもほんのわずかに長い距離を達成したと主張し、さらに加速性能に関しても4分の1マイル加速するまでにかかる時間が9秒と、エアーに勝る数値を達成していると主張しています。こちらで決着がついたかと思いきや、なんとすぐにルシッド側がさらにモーターを一つ追加したトライモーター仕様のエアーの加速性能を示す動画を公開し、なんと4分の1マイル到達するまでにかかる時間が 9.245 秒という驚愕のスペックを達成していて、わずかにモデル S プラットの主張しているタイムには届いてはいないものの、今後も改善し続けるとも追記していますので、いずれにしてもこちらのエアーとモデル S のフルサイズ電気自動車セダンの頂上決戦の行方に関しても注目していきたいと思います。2つ目のニュースに関してですが、アメリカの運輸安全当局が以前問題にしていたモデル S とモデル X に搭載されているバッテリーの自然発火事故に関する調査を開始したと発表し、仮に重大な問題があると結論付けられた場合は大量リコールになる可能性が起きています。まず今回の問題に関してですが、交通事故による死亡・傷害の防止及び経済的損失の削減を図るために、自動車の安全性に関する調査を行うアメリカの運輸省道路交通安全局、通称 NHTSA が発表したもので、実はフェイスリフト前のモデル S において中国をはじめ衝突事故による発火事故ではない駐車中などにおける自然発火案件が確認されていて、昨年である2019年当時はその安全性に中国当局も責任を持って調査するよう指示が出されていたのですが、その発火案件の後でテスラは無線アップデートによって問題を修正したと説明していて、その後実際のオーナーによって明らかになったのが、満充電あたりの航続距離がかなり減ってしまっているという点でした。実はテスラはこのアップデートにおいて、もともと 100% まで充電できる仕様を変更し、意図的に満充電できない状態を満充電であるかのようにアップデートしていて、その当時のオーナーからはかなりの批判を浴びてはいました。そのような経緯において、今回1年以上という期間を置いてから、いよいよ NHTSA 側が主導して、そのバッテリーの自然悪化案件の調査をスタートしたとアナウンスされ、NHTSA 側はさらに、テスラは広範囲において危険で、潜在的なバッテリーの安全性に関わる問題を無線アップデートによって覆い隠しているとまで主張していますので、ここまで断定しているとなると、もしかしたらすでにバッテリーの自然発火につながる危険性を何か掴んでいるのかもしれません。もちろん実際にモデル S とモデル X がその潜在的な発火リスクを抱えているのかという真偽は現時点では不明とはなっていますが、仮に問題が発見された場合に関しては、さすがに無線アップデートによる修正対応はできないと思われますので、特にフェイスリフト前のモデル S とモデル X を所有している世界中のユーザーは、こちらの調査結果の続報に関しても注視していく必要があると思います。ちなみに以前の動画で解説させていただいた一部のモデル S とモデル X の中国国内における数万台にも上るサスペンション周りの不具合によるリコールに関してですが、現状では中国国内のみの対応となっていますので、その他市場、特に我々日本市場におけるリコール情報は未だに確認されてはいません。
このような問題で個人的に感じることは、やはりテスラのオーナーとのコミュニケーション不足が問題であるのではないかという点で、こちらは以前から再三申し上げているのですが、例えばそのサスペンション前の不具合に関しても、中国国内では現実問題として数万台がリコールされてしまっていますし、仮に中国当局の基準が厳しすぎて世界基準では問題なかったとしても、こちらのニュースを聞いた現在当該車両を所有しているオーナーからすれば相当心配する案件であるとも思います。私が何を言いたいのかというと、仮にそのサスペンション前の不具合や搭載バッテリーの自然発火リスクなどを最終的にテスラ側が問題ないと判断したとしても、その問題ない旨のアナウンスをテスラ側がオーナーに向けて責任を持って発信することによって、現在当該車両を所有しているオーナーが安心できることにつながりますので、テスラにはそのようなただ安全であるという結果のみを求めるのではなく、オーナーを安心させるためのコミュニケーションを図っていってほしいと強く感じました。チャンネル登録や高評価の方どうぞよろしくお願いします。今回は以上です。